大阪高速鉄道線形電車は大阪モノレールに在籍する主力車両である。線形電車23編成第3期製造車オリジナル色後の2線形系と同様に内外装ともに製造人で相違点がある。例五編成の梅単号の頃の改造前の車内以下の特徴は2007年から始まった改造前の姿についての説明である。現在は 全編成とも改造により、オリジナルの内外装を持つ編成は消滅している。外装内装なお、2007年から2008年にかけて改造工事を受け、02編成、06編成、05編成、03編成、01編成、04編成の順に改造を行い、内装などが改装を受けている。詳細は講述する。 32編成の改造前の車内以下の特徴は2007年から始まった改造前の姿についての説明である。現在は全編成とも改造により、オリジナルの内外装を持つ編成は消滅している。外装内装21から25編成よりも以前に作られた編成である。なお、2007年に31編成が、2008年には32編成が、 ロングシート化等の改造が行われ、オリジナルの内装を持つ編成は消滅した。詳細については講述する。22編成の改造前の車内25編成の改造前の車内以下の特徴は2008年から始まった改造前の姿についての説明である。現在は全編成とも改造により、オリジナルの内装を持つ編成は消滅している。 外装内装日立製作所製は山口県下松市の笠戸工場で製造された。川崎重工業製は神戸市兵庫区の兵庫工場で製造された。01編成から06編成までは1990年の大阪モノレール線千里中央駅、南茨城駅間の開業に備えて作られた。31編成と32編成は1994年の 千里中央駅、芝原駅の延伸準備と、その翌年の増備のために作られた。21編成から24編成は1997年春の、芝原駅大阪空港駅の延伸準備及び、同年夏の南茨城駅角市駅の延伸準備のために作られた。25編成は1998年のサ都線万博記念公園駅半大病院前駅間の、 開業に備えて作られた。01編成のサイト号時代の姿1000系電車全12編成中のうち3編成の21.2325編成はラッピング広告が施されている。2021年3月4日、現在以下の企業、団体のラッピング広告がある。なお、2000系電車には長らく広告ラッピング車用は、 存在しなかったが、2010年9月に初めて部分ラッピング車両が登場した。なお、以前の広告は、車体全てをラッピングする、フルラッピングが多く、ハーフラッピングは04編成に以前存在した、JAL ツアーズ号くらいだったが、最近登場したものはプラットフォームに停車した時に、見える範囲だけをラッピングする、ハーフラッピングが多くなっている。フルラッピングは走行中に、 沿線から見える車体の広告は大きくて見やすいが、プラットフォーム停車中に乗降客から見える広告は図柄や文字の下半分が見えないという欠点がある。広告は1年契約となっており、関連会社の大阪モノレールサービスの公式ホームページによれば、広告料は広告ラッピングの制作費、消費税などは別で、フルラッピングで年間1000万円。 ハーフラッピングで年間600万円となっている。公式ホームページの走る広告等では以前は新卵号と紹介されていたが、その頃は全農卵株式会社提供の新卵の広告者と新潟米の広告者が2両ずつ交互に連結されており、新卵号は全体のうちの2両だけの故障と考えられた。公式広報士のこんにちは。 モノレールです2005年新春号では全体を全能号として紹介されていた。現在では新卵の広告者だけが腰いぶきのラッピングに変更されたために公式ホームページでの愛称が JA 全能新潟号に変更後、さらに新潟前号に変更されたため、ここでも新潟前号とする。なお、新潟前の広告者の部分は以前は、 メグミルク、さらにその前は、農協牛乳のラッピングだった。現在走行しているレイオン編成の広告者は、公式ホームページの、走る広告塔。では、旧デザインのひよこちゃんが描かれた広告者である23編成と同様に、チキンラーメン号として紹介されているが、現広告者の登場時に主要駅に掲出された、ポスターには、チキンラーメンひよこちゃん号登場と紹介されていた。 ここでも、旧広告者と区別するため、現広告者を、チキンラーメンひよこちゃん号とする。現在走行している21編成の、京急ラッピングは2020年3月23日に、デザインが変更され、公式ホームページでの愛称が、京急法融合に変更された。ここでも、旧広告と区別するため、現広告を、京急法融合とする。 予備者となって留置中だった頃の32編成、オロチ君のモノレール2007年5月5日に発生したジェットコースター、風神雷神2の脱輪事故の影響で、エキスポランドが広告主の32編成、オロチ君のモノレールは事故以降、遺族、被害者感情を考慮して予備者扱いとなっていた。その後、エキスポランド側は2007年6月限りで、 広告契約を打ち切ったため、広告ラッピングは外されて、オリジナル図書区に戻った上で、一旦現場に復帰していたが、その後すぐに、関西電力の広告ラッピング車となっている。なお、32編成は全、ロングシート化が検討されていた、クロスシート編成であったが、その時は、車内の改造は行われなかった。 31編成のロングシート化改造後の車内31編成車内の案内情報画面05編成車内の案内情報画面2000年代に入り、本線を中心にラッシュ時の混雑が激しくなり、その対策として2007年からクロスシート車のロングシート改造が開始された。2007年には最初の改造としてクロスシート車最古の31編成が改造をされた。 内装は2000系の17編成とほぼ同様となっている。すなわちなどであるが、相違点は、運転台の後ろの前面展望用の二人掛け、高床シートの色が薄紫色一色であることである。従来はすべて灰色だったゴムは、ドアを閉じた時に、ドア同士が接触する部分のみ黒色のものに交換されている。窓ガラスを固定する灰色のゴムや一両目と二両目間の、 広い貫通フォロなどはオリジナルのままとなっている。31編成はクロスシート車で唯一側面方向膜がなかったが今回の改造で取り付けられた。また新たな試みとして各車両につき対角線上の2箇所のドア上に案内情報画面が設置されている。案内情報画面は2つの小型液晶ディスプレイからなり左側は日本語、英語、中国語、 韓国語で自駅の案内などを表示し、右側はモノレールニュースと題する広報ビデオをエンドレスで放映していたが、現在はそれに加えて、ガンバ EX と題する J リーグガンバ大阪の応援番組と交互で放映している。改造当初は4、3比率の画面であったが、2008年になって16、9サイズのワイド液晶に交換された。また、31編成の改造の後、 01編成から06編成までの改造を優先させたために、クロスシート車の次の改造は1年以上中断した。2008年8月に32編成の改造が完成した。31編成の改造との相違点は、2008年11月には25編成の改造が完成した。25編成は中間車のみ、クロスシートであったが、今回の改造ではもともと、 ロングシートであった制御者のシートも交換されている。シート形状やシート端部の形状は31.32、編成に準じているが、ドア間の定員は制御者が12人掛け、中間者が10人掛けになっている。LED の案内表示器の存続と、案内情報画面不設置や照明カバーの存続は32編成と同様である。ゴムは32編成と同様の部分のみ、 交換されている。2009年1月には24編成の改造が完成した。改造の内容は25編成と同じである。2009年5月には21編成の改造が完成した。この改造では25編成の改造に準じているが、天井部分にも更新が加えられ、再び蛍光灯のカバーが省略されている。また、 改造に合わせて広告ラッピングが外されている。2009年7月に完成した22編成の改造は21編成と同様である。2009年9月には23編成の改造が完成し、クロスシート車は消滅した。なおこれらの車両は、車内改造とは別に、2014年頃に第31編成を除いた編成の全消灯が、 白色 LED に更新されている。02編成の改造後の車内改造後の06編成、JA5 改造後の03編成、ビルケア号線掲最初の編成である01から06編成は、車椅子スペースや側面方向膜、車外スピーカーがなかったため、全車両とも改造を受けた。2007年に最初の改造として02編成、ついで06編成。 05編成、03編成が改造された。2008年に入ってから01編成、04編成が改造された。31編成同様、2000系に順じた車内に改造され、運転席後ろには、全面展望用の二人掛け高床シートが設置された。外部には、側面方向膜や車外スピーカーも取り付けられている。また、蛍光灯も連続して取り付けられており、 蛍光灯カバーはない。31編成の改造との相違点は、などである。なお、運転手の椅子は、各編成とも改造前と変わらない緑色である。また、2017年から、方向幕を、フルカラー LED に、LED 式車内案内表示器を液晶ディスプレイに、更新した編成も登場している。大阪モノレール中期経営計画において、線形、 2000系のうち13編成に対し、新型車両3000系に準じた改造を行うと発表され、2017年度に21編成、22編成、23編成の順に以下の内容で改造が行われた。2018年6月の大阪府北部地震で被災し、長期間運用離脱していた32編成は2020年8月に廃車陸送され、 大阪モノレールの車両で、初の廃車となった。2018年以降、3000系が9編成導入される予定であり、初期車8編成は置き換えられ、廃車される予定である。日清、ソフトクリームの投稿 Facebook オトア2000系、阪急8000系などと同様。エビ大阪モノレール中期経営計画2017。 2021大阪高速鉄道2017年3月大阪モノレール線形線1 3 2編成が陸送される railf.jp 鉄道ファン2020年8月9日大阪モノレール公式のツイートありがとうございます